ジェンティファイド、ヘンテファイドは2020年に配信されたアメリカ合衆国のコメディドラマシリーズ。ロサンゼルスの一角でタコス屋を営むメキシコ系家族を描く。企画、制作はマービン・レモース、リンダイ・ベット・チャベス、出演はホア・キンコシオ、ジョセフ・ジュリアン・ソリアなど。2020年2月21日にネットフリックスオリジナル作品として全世界へ配信された。 本作はシーズン2への更新が決定している。ロサンゼルスで祖父のタコス屋を営む3人のメキシコ系、アメリカ人家族。立ち抜きの危機に瀕するも、3人はそれぞれの夢を追いながらも結束し、店を救うため奮闘する。2019年2月6日、ネットフリックスは本作の制作を発表した。2020年5月18日、ネットフリックスは 第2シーズンへの更新を決定した。本作は批評家から高い評価を受けている。シーズン1は、批評集積サイトの6点トマトズに22件のレビューがあり、批評家支持率は91%、平均点は10点満点で7.95点となっている。また、メトクリティックには11件のレビューがあり、過重平均値は70、100となっている。ありがとうございます。